こんにちは。ネコさん、メガビット社へ。プレゼントは60回におられます。無事にたどり着けることをお祈りしてます。せっかくですので、ここでワンポイント情報をどうぞ。ポーズ画面からあった様の会社にいつでも時とっ飛びできますが、お客様のお名前登録できましたので、今後アリコットのオフィスの中ではポーズ画面からメガビット社の受付に同じやり方で一飛びできますよ。アリコットから帰ってこれるってこと？以上、お得情報でした。アリコットから帰れるってな。出世までバビューン。回復臨時。ちょっと待てよ。商店街にじゃあ行くか。どけどけどけ。止められるかな。ジャンプ。トウ。ジャンプ。商店街に行ってアリコットに帰ってメガビットに行けば回復できるんじゃない？商店街。喫茶店。ちょ、回復したい。迷うなー。オッケー。で、アリコットに移動する。で、アリコットからメガビットに移動する。やったー、全回復。メガビット入ってよかった。お前何？汎用ロボット。上、遅いなこいつ。アルミでできてる。あー、ポンポンか。飯くれや。いと、まずはアイス。右、下、上、赤、取れちゃう。ちょ、遅いんだよな。上、右、下、上、赤、取れちゃう。いや、右入れてんだけどな。どこの判定拾ってんのかな、お前。右、あ、いえ、何？いてて。卑怯者。卑怯者。お前には痛い目を見てもらいたい。バックすんな、お前。あ、偶然にもかわした。パンチ。高っくんや。オッケー。改造チップ取った。うわあ。え、なんで東島いんだ。やってんねー。東島と浦川がいる。下右。笹野もいる。え、やったろ、見事。あ、昇進か。記念を部長に任命する。HP 増えた。増えたー。名刺もっと集めよう。今誰の名刺もらったんだろう。上左。ナイス。俺の指示。東島。あ、笹野の名刺もらったのか。よし、ゲット。おーっと、カンさん。まさかメガビット社までまでたどり着くとは。ということで、リベンジマッチさせてもらいますよ。今度はあなたをゲームオーバーにしてあげましょう。見て。うまい。ああ、違う。ああ、発動しちゃった。またやっちゃった。ボス相手でも吹き飛ばしあんだな。自分で実況しとる子、連発や。あー、気持ちいいわ。なんかモニターにダークヤッタロいるな。ダメだよ、母さん。上、下、右、下、上、右、下。ナイス、俺の指示。一回交換したんだけどな。またもや挑戦失敗。悔しいですが撤収します。カンさん一回交換してんのに別キャラ扱いなのか。おう、お前治安悪いな。間違えた。どっか消えてったんだけど。ナイス、俺の指示。名刺もらおうか。最新。オッケー。あ、待って、あの箱壊せるな。あ、魂か。いてててててて。普通にハメだ。そこや。ゴーゴー。連続パンチ。ロボット社員とか近未来やな。やべ、ちょっと待って。とっとと行って。
とっとと交換に。左が何と反応してんだろう。下かな。痛い。今のひどいな、あまりにも。あと21枚。戦わへんの。上下上、あ、それ右と違う、こ交換したいんだよ。ラス位置やで。上下上右下右、よしゲット。オッケー、パンクのモヒカン。こいつ右下上、ナイス、俺の指示。オッケー、あのかわす。おーっと、運び屋の幹部、アメリカでまた会えるとはな。この前は不覚にも遅れを取ったが、今回はどうかな。同じことすんのかな。どけどけどけー、いって、ビシビシ回し蹴りや。あー、やんのか。そろそろ部下に手柄を。うーん、やめろそれ、やめろ。それやってる間お前なんか落とすんだもんな。うわー、弾がいっぱいやー。トン、パンチ。あー、また暴発した。ジャブジャブ、ビシビシ、マキー、高っくんや、ダッシュ。やべ、発動しちゃった。オッケー、いて、ゴーゴー、高くんや。はっ、よしよし。おい、逃げんな。何、技が全然入らん。高くんや、またか。これ当たればな、これ技。いやー、めんどくさい。またあいつらか。めんどくさいな。こいつ、青い方。青い方やりたい。OK。青い方。お前だ、青い方。あー、また暴発したー。いいてー、死ぬー。再戦だるいぞ、これ。何回かわすね。オッケー、さあ降りてこーい。いてー、いてー。どけどけ、たかっくんや。あ、うおー、パンチ、デシデシ。やったら死にそう。ビシビシ、そこや、ゴーゴー。またか。いや、これもう耐えれないんだけど俺。下、赤、ナイス。あー、もう終わった。リトライするんだけどいけないだろう。手前のカンさん突破できんのかな。あれ開かないんだけど。倒した方がいいのかこいつら。よしよし、右やるな。うざ、これでカンさん出現するかな。いるね、無視したいね。ジャンプ、あ、ダメだ、叩かないとダメなんだ。交換した方が強そうだな。楽そう、楽だしな、コマンドも。あ、違うコマンドだった、お前。右上、右上、よっしゃ。下、右下、右。オッケー。カンさんいない。ねえ、参ります。飯もらおうか。何やってんねん。左上、下、
よっしゃ。ボス一回倒せばあれか、リトライするときに倒した判定になるのか。こいつは倒した方がいいのかな。あ、いいんだ。あ、なんか来ちゃった。なんか来ちゃった。ゴーゴー。すっげえダメージ食らうんだよな。倒しとくべきだったな、こいつら。いやー、部下に手柄をどうのって言ってるけど、こいつらが、やばいやばい、それやばい。痛い。あ、クソ、アリコット帰れないか帰って一旦やり過ごそうかなと思ったのに。おい、無駄に減る。やばい、普通にピンチ。タイマンが招いたピンチ。どけどけ。やばい、死ぬ。3機あったのに死ぬ。AB 暴発させないようにしないと。あ、なんか来たんだけど。どっから出てきたんだこいつ。おい、どこ行ったんだボス。オッケー、温存効いてるな。オッケー、タマタマパンチ。当たらん、レーンが違う。食らったらあかんで。何？オッケー、だいぶ削った。だいぶマシだよ。こいつはだまつい。下左上、下左、よしゲット。あいつほっとこう、とりあえず。下右上、下、あ、それ右。もう右入れてんだって。下右やって、右入れてんだって。下赤い、もう死にぞ。このゲームやってると左手が麻痺してくるんだけど、前回も割と左手ダメになった状態でゲームしてたからな。おい、入れてんだって。下左上、下左、ナイス。オッケー、入った。危ない、あとはこの末野郎。ナイス。左下、左下、上。オッケー、やったろ。やられる。あー、やられたな。あの、なんか降らしてくる攻撃が普通に鬱陶しいんだよなこいつ。近づけねえ。ジャンプ。ジャンプ。よしよし。オッケー。スライディングジャンピングエルボー。スライディング？ジャンピングダッシュエルボー？オッケー、やったー。うー、くそー、この強さ、貴様本物だな。ダッシュ。ダークヤッタロって何なんだろうな。メガビットのなんかなのかな。あ、またか。どけどけ。右、下、上、下、ナイス。俺の指示、ダッシュ。てか、またあいつと名刺交換し忘れたな。あまりにもイラついて殴っちまった。
いっていきなり飛び道具挨拶のやつだな。あ、攻撃で止まるんだ。ここは飯が来た。左上、左下、飯ゲット。何あいつ、ボックス踏んでんだ。飯ゲット。下、右上、あかん、取れちゃう。下、右上、あ、上、右下、すごいな。オッケー、危ねえ。下、右あって、記憶でなんとかなったな。下、右上、右下、あー、イエーイ。オッケー、飯増えたで。上、下、右下、すごいな。いやー、色違いどもが見えない。君は出世でけへんタイプやな。記憶してればな、グラフィックごとにコマンド自体は固有だから、記憶してれば簡単なんだけど無理だろ。あー、来たか、チーフ秘書。やったろ、会いたかったぞ。このフラーは選ばれし者だけがたどり着ける特別な場所。同じ手は食わないが、今回はお前が負ける番だ。さあかかってこい、やったろ。うわはーい、どけどけー、必殺。いやー、ちょ、外した。どけエルボー、ジャンプ、トン、落ち着きないボスやな。やってることは OL の人と同じなんだけどな、ジャンプしながら踏みつけとか。当たらん、痛え。また撃っちゃった。これ暴発やるからな。なんで HP 減るんだよこれ。なんか近づいてきてくれた。いて、いって、当たり下がったのに今こっちの攻撃。こいつ強すぎ。やばい、普通、いやー、ちょそれダメだって。暴走してる、暴発させるな。あー、出た分身ね。3体になった。おい、偽物、ちょっと名刺交換しようぜ。あ、いけない、ダメだこいつ。あ、今の本物。あ、終わる、あ、終わる。また暴発した。もう無限にやり直しさせられるんだけど。そんなつもりないのにな。左下、左下、よっしゃ。やべえ、やべえよ。いや、まあさっきより気が多くなってるけどな。ハメ技で一気失ったからな、あの回転するアームのロボットで。できればヤッタロウのエンコンを使うなら分身後だよな。でも分身が割と比較的早いタイミングで発動してたから、ちょっとそこが怖い。2段階分身とかありそうで。いてー、着地狩りされた。あいつがジャンプ攻撃対応するから、こっちもジャンプでちょっと対応してないとな。オッケー。こいつ強すぎ。あとちょっとで分身が。分身って時間なのかな。さっきの HP 減るより。あ、やべ、発動しちゃった。時間な気もするな。やべ、あー、 HP がやべえ、やられちゃった。でも分身1ピン減った。
お、やった、分身やった。あ、また発動した、暴発。くう、あいつは画面外に出れるのにこっちは画面内しかいられないんだから、もっと画面内にとどまってこんないかな。分身がまた来そう。あー、撃ちそう。おい待て。あー、また暴発した。エルボーの後に B で発動してるな、技が。で、行け。そう。来た。上、下、上、右、下、上、右、下。よし。半分以下なのか。なぜ？なぜこの私が二度も負けるのか。認めたくないか、お前やはりただものじゃないな。俺負けてんだけどな。あれ？なんか残ってる。ねえ、参りまーす。ナイス。戦わへんの？いきなりやな。ちょっと待って。どっちか片方やりたい。挨拶しようか。右上、下上、名刺ゲット。オッケー、昇進のはず。オッケー。本部長。昇進したー。名刺代でしてし。そこや。どけどけー。ビシビシ。オッケー。拾った。こいつは。下らおか。上、右。処理しときたい。60階だから、じゃあボスだ。社長がいんのか。よしよし。こいつかな。やめろ。3体連続でこいつと相手しなくちゃいけなくてさ、全員が回転技しやがるからさ、途切れたタイミングではめ殺されたんだよな。右上、右下、あーイエーイ。オッケー。よっしゃ、名刺増えたで。下、左、上、下、左、名刺ゲット。オッケー。一旦ポーズか。あと26枚、無理だろう。あ、社長室っぽい。よし。お、これで終わりなのかな。ついにラスボスか。メガビット社プレジデントルーム。いたー、プレジデント。よくここまで来たな。貴様がやったろうか。私がゲーム業界に君臨する新たな帝王プレジデントだ。貴様のことはチーフ秘書から報告を受けている。アリコットとヤッタロウのせいで日本市場の支配がままならない。もしメガビット社に入ればゲーム業界の半分を貴様にやろう。どうだ、私の右腕にならないか。おい、マジかー。セーブあったなります。本当に良いのだな。ちょ、ドラクエなんだよな。ではゲーム業界で半分を与えるぞ。そしてその他に新しい事例を出そう。肩書き変更、メガビット社新規企画室室長。貴様のビジネス、ストリップは終わった。さあ、のんびり自責で過ごすがよい。終わった。バッドエンド。やったらメガビット社で特に仕事も与えられず暮らした。エンド2。窓際にされたんだな。わあ、とんでもないとこから始まっただよね。やり直そう。やっとここまで帰ってこれた。でももう残機ゼロなんだよな。よくここまで来たな。貴様がやったろうか。はい。まあ、この選択出されたら、いいえ。どうした、強大な力が欲しくないのか。ボーナスも多めにするぞ。やはり右手になりたくなったか。ではどうしてもこの私を倒すというのなら、やったろう、愚かなり。ここで貴様を打ちのめして、世界市場のトップは誰かをはっきりさせてやろう。メガビット社の改造 IC チップで世界中のユーザーの心を奪い、似たようなゲームの側替えで骨抜きにしてやるのだ。うわ、悪いこと言ってるな。さあ、ゲーム業界の覇権をかけて全力で潰させてもらおう。本当に後悔しないのか。やばい、発動しちゃった。
なんだあれーパンチ。じゃあいつ攻撃すればいいんだ。いってててててて、軸が違うしすぎる。あークッパだー、くぐれ。では長っ、えらい長いゲージが急に出現した。くぐれ。じゃあ蹴った。ちょ解かない。マシゲリア。今チャンスだったな。いて当たりにいっちゃった。危ねえ。いけいけ。よし。チャンスだ。死ね死ね死ね。うわお。とんでもないことしてる。相手、あでもいけそうだな。大ボスなだけあって動きが単純だ。降りてこい。あーそのロケットパンチはちょっと、あでももう死にそうだ俺。あやべえ当たる当たる。あのあと降りてくる爆撃してくれたら。あロケットパンチだ。あ蹴った。危ねえ、やられた。最悪だ。あとちょっとだったんだけど、どっから？もっぺん行ってみようか。あーもうプレジェントルームのとこか。漏れた。間違えた。ちょ掴んだ。邪魔。いけいけいけ。ファイヤー。いて。正直2機あったら全然足りると思うんだよな。いて。これ開いてるかな扉。いて。問題扉が開いてるかどうか。開いてる。回復あるんだよなここに。よしけ。あのなんかよくわからん上に爆撃するやつが、これ長いな、もう一回やるの。間違えた。しないしないしない。そうこな。なんかもう頑張れ。ジャンプ。降りてきた後に。うわー爆撃だー、ライサンダー。あー発動しちゃった。これこれ、ここが狙い目。当たらなかったか。あこれいけんのか。あー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 、痛い。じっとしすぎた。オッケー、いて、ちょっと離れすぎたか。覚えた技が役に立つー。ジャンプだったな今、ジャンプで後方に。あー当たらない。うわ飛んだ。連発や。チャンスあるんだよ全然。俺が行かせてないけど。おっとロケットパンチ。いてー。違う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 、やりたいことと違う。あんま離れすぎると攻撃チャンスを逃すので。よしよしとがここ。あなんか怒った。よかろうよかろう、本気の中の本気を見せてやろうじゃないか。さあフィレフスがいいやったろうよ。あー今までは本気じゃなかった社長パターン。発動しない。えそれ近寄ったら効かないのか。いやー痛い。あ、やべえ、まずい。まずい。
早いこいつ。どけどけどけおおおお。ジャンプ。いてー。勝てよー。これあのキービジュのキービジュとかいうかあの説明書に書いてあるサノスみたいなやつなんだよな、このプレジデントって。よしよし。オッケー。ここがチャンス。死ね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 。ちょ、飯交換したいな。じゃあいけそうだもんな。もうどこだろう飯交換。疲れたタイミングか。おう、あ、やべやべ。ファミコンなんだよな、あのコントローラー。止め。うまくつかめねえな。やっぱあの疲れたタイミングだな、名刺交換すんなら。名刺交換ができるんかどうか知らんけど、これまでできたんだもんな、社長もボス全員。危なーい危なーい。いてー。下蹴り下蹴り、内臓が飛び出ちゃうやつ、危ないやつそれ。あーサンタか。よし、何行って当たりにしちゃった。チャンスなのに。うう、行ってれれれれれれ。全部当たった。ラス1やで。いけいけ。倒すのはできるんだよ、倒すのはね。止め。倒さないっていうのがやりたいんだけど。どけどけどけ。いって、全部当たった。オッケー、いけるだろ。おら、名刺交換しようや。右上、あ、くそ。いやー、いけたのにな、今名刺交換チャンス。あ、サンタか。歩いてれば当たらん。間違えた。 A と B 間違えた。あーサンダーか。ジャンプ。こいつ強すぎ。戻ってくるのめんどくさいんだけどな。倒しちゃう。これもう倒しちゃうな。名刺交換できなくて倒しちゃうな。名刺交換したいのにな。いて。どけどけどけ。おら、やっちゃった。まさかこんな若さにこの私が改造 IC チップに全て委ねれば世界中のユーザーは夢心地なゲームライフを送れるはずなのに。やっとろ、貴様にそれ以上の楽しさを世界中のユーザーに届けられるというのか。なるほど、アリコットの力を信じるか。では見守るとしよう、貴様の信じる理想のゲーム業界がどんなものかを。ふん、あいつの教えを継ぐ若者、良き若者を見つけたものだ。古きともアリコットの社長に業界を盛り上げると伝えてくれ。あ、お前友達だったの。さらばだやったろ。あの手につけてるゲーム機欲しいわ。あれゲーム機だったの。エンディングや。あ、終わった。グッドエンド。エンディング1。やったらの活躍でメガビット社の脅威は去った。一応これでクリアだけど。あ、エンディングだ。でもエンディング8とかあったから結構あるんだろう、他にも。炎の格闘サラリーマン、やったろう。めっちゃいい BGM なってるな。
どうしようかな、エンディング回収しようと思ったけど細かい仕様とかわかんないからな、まあ、とりあえず今回だけで終わってもいいかもな。なんか名刺全回収できそうな感じあるから、それやったらエンディングちょっと変わったりしそうではあるけど、かといってエンディング一番取ってるからな、それ以上のグッドエンドないよな。ただやったらの HP が増えるだけ で戦いやすくなるってだけなのかな。まあ誰も倒さずにゲームクリアも名刺交換があるから可能そうだけどね。まあとりあえず今回で終わりっていう風にしてこらな。ガスコイン、ガスコンね、ガスコン。一応あのゲームセンター CX の番組作ってるところがガスコインカンパニーだからガスコンなんだろうね。1993年。あ、やっぱダメだ。フィン？あ、違う、ファン？終わりじゃなさそうだな。ダークやったらの話も全然解決してないけどな。エンディング、あ、 BGM とか聞けんの？サウンドテスト、どうしよう。最初からやってなんか名刺集めたらなんかいけそうな気もするけどな。あ、出るんだこれ。はしゃぐな、そら。まああの左上の星の数が4つしか灯ってないもんな。でエンディング今までなんだっけ、社長に負けたエンドと、社長に負けたエンドと、海外に行ったエンドと、手下になったエンドと、倒したエンドの4つ。だからで社長にやられた時かなんかが8とかじゃなかったっけ、8か7で、海外でレストエンド迎えた時が7か8のどっちかだったから、8個は確定でエンディングあるんじゃないかな。まあ、とりあえず今回ここまでにして、もし情報があれば情報を仕入れてちょっとエンディング回収目指そうかな。まああとはやっぱ途中から言ってたように名刺を全部集めるとかがエンディングもう一個いける条件なのかな。社長倒した後になんか扉っぽいもんあったような気がする。社長てかアリコットじゃなくてあのメガビットのね、倒した後になんか扉っぽいのあったように見えたので、もしかしたらあの先にダークヤットルの強化版がいて倒して本当のエンディングかもしれないからね。あれかな、ヤットルの肩書きがもっと高ければ迎えるエンドなのかな。まあとりあえず今回ここまでにしときましょう。まあ次回本当に情報仕入れて、先進めようかな。というわけで今回はここまで。それではまた次回、バイバイ。